12月21日月曜日の夜でございます。平山茂です。こんばんは。皆さん、ようこそいらっしゃいました。今日はこのような形でお送りしたいと思います。私は多分ですが、脇がです。普段朝仕事に行く前には必ず脇に消臭スプレーをしています。私が普段使っているデオドラントパウダースプレーはこちらです。 AG デオ24。私はこちらを多分ですが10年は使っています。こちらのおかげで脇が臭いねと言われたことはありません。しかし今日私はあるものと出会ってしまいました。それは何かと言いますと、こちらです。こちらはメンズ専用のデオドラントスプレーということです。たまたまドラッグストアに行ったんですが、メンズコーナーにこちらが置いてあったんですね。内容を見てみると驚きました。 AG デオ24メン、メンズデオドラントスプレー、無香性ということなんですね。そして汗の匂い、そしてストレス臭もケア、ST ハーモナージュ香料配合、匂い菌を断つ、そういうことなんですね。これは私が本当に求めていたものなのかもしれません。今日このスプレーと出会ったことが私にとってのささやかな幸せかもしれません。どうでしょうか。皆さんも今日ささやかながら幸せなことはありませんでしたか。私はこのスプレーと出会って本当に心の奥から感動いたしました。これでもう絶対に脇が臭いなんて思われないと思います。どうですか皆さん、幸せですか。ということで、12月21日月曜日の夜でございますね。平山茂と申します。こんばんは。いや本当月曜日終わりました。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。これねいいんじゃないですか。ということで本当にね、いや月曜日を無事にこう乗り切って、このあなたのねこの手のひらの中で見てくれていると思うんですけれども、本当に来てくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。一人でも見てくれている方がいれば、もう本当に私はそれで満足です。大丈夫だよ。うん。君は大丈夫。本当に大丈夫だから。この動画を見ている君は本当に大丈夫だから。絶対大丈夫。うん。絶対大丈夫ですからね。絶対大丈夫ですよ。本当にありがとうございます。
そして大丈夫ね、大丈夫だから、本当に大丈夫だから。いやすごいよ、すごい奇跡です。あなたがこの動画を見てることはもう奇跡です。奇跡なんです。本当にありがとうございます。うん、もう嬉しいです本当にね。そして私ね、毎日やってますから、また気が向いたら来てくださいね。ぜひお願いします。ということで、また明日ですね、火曜日の夜、22日の夜にまたお会いしましょう。こんな感じで私は毎日動画を上げております。そして大丈夫だよと言っております。あなたに大丈夫ですからね。また明日、それではおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、またね、また明日。